こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。今日のテーマはブレス、今日のテーマはブレスなんですが、ブレスといっても息継ぎに、ちょっとこう焦点を当ててお話ししていきたいなというふうに思ってます。結構歌っていて、どのタイミングで息を吸っていいのかわからないとか、どういう吸い方がベストかわからないとか、そういう方って多いんじゃないかなというふうに思うんですね。でレッスンをしているとすごく意識されてるんだけどうまくいかないという方と、全然意識していなくてうまくいかないという方がね、結構いたりするんですね。ですごく意識しているのにうまくいかないという方は、腹式呼吸で吸わなくちゃとか、もっとたくさん息を吸わなくちゃとか、かえって体に力が入ってね、緊張状態でブレスをしているのでスムーズに歌っていくことができないというケースが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。全く意識されてない方というのは、とりあえず今の段階では吸う必要性を感じていないので、吸わずに歌っちゃうんだけれども、途中で足りなくなってくるというパターンですね。まあ分かりやすく言うと、吸うタイミングをこう逃してしまって吸わずに歌っているというケースですね。このどちらもやっぱりうまくいってないと思うんですね。ブレスが上手な方とか、ブレスがうまくいっている時っていうのは、やっぱりスムーズに歌っていくことができます。とはいえ、どういう種類のブレスをどういうタイミングでどの程度吸っていいのかみたいな、そういったことをなかなかこう把握しきれてない場合っていうの多いと思うんですね。ですので息継ぎの、種類とかタイミングとかをスムーズにしていくための3ステップということで、今日は話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただいて、このブレスの3ステップ、順番にこう踏んでいっていただければと思います。参考にしてください。このチャンネルでは自分らしく歌うことで表現していきたいという方が参考にしていただけるコンテンツを配信しております。興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで、今回はブレス息継ぎについてですが、まずはステップ1、これはどんなブレスでも OK ということですね。っていう方多いんじゃないかなと思いますが、もうこれは腹式呼吸でとかね、いろいろ言われているので、結構何でもいいのみたいに思うかもしれませんが、何でもいいです。鼻で吸っても、口で吸っても、腹式呼吸でも胸式呼吸でも、ちょっとでもたくさんでも、浅くても深くても、短くても長くても、何でも OK です。あまり難しく考えずに、自由に自然に吸ってみてください。これが最初のステップなんですね。ただし、何でもいいからといって適材適所というのがあります。ここにはこんな感じ、こういう時はこんな感じみたいなね、そういうのがある程度把握できていると、あとはどんなブレスでもいいですよ。だって喋ってる時ってもうそんな何も意識してないですよね。その数ある種類のブレスの中で、こんな時はこんなブレスというのをちょっと頭に入れておいてください。鼻ブレスの方がいいブレスが吸えます。だけど鼻ブレスは歌ってる最中にあんまり使えるポイントがないんですね。最初の息継ぎ、初めのね歌い出しだったり、あとは結構スペースがあるところは吸えますけれども、それ以外はね、結局口になることがやっぱり多いと思うんですね。特に最近の歌はめちゃめちゃ早いし、忙しいので鼻で吸ってる場合じゃないです。であとは腹式かどうかということなんですが、これもあまり考えすぎる必要ないです。考えるとね、結構混乱してしまうし、体が緊張してしまうので、まずは自分が楽に吸える息を吸ってみてください。腹式呼吸じゃないと歌えないとか、そんなこと全然ないですから、呼吸式で吸ってももう十分歌っていくことができるし、ただやっぱり腹式呼吸の方がしっかりと吸えるというだけです。そういう意味ではちゃんと腹式呼吸で吸える吸い方がつかめるといいですが、これも簡単、とりあえずね、口を開けてはーって吸ってみてください。音が聞こえるように、これができると、全然問題ないので、肩とか胸とかを上げずにはーっていうやつですね、ってならないように自然に吸ってみるだけで OK ですね。これがうまくできないとか、もっと詳しくちょっと教えてほしいという方は、こちらの動画を、ぜひ参考にしてみてください。本当難しく考えなくていいです。普通にこんな感じで吸えたら大丈夫。そして量をね、たくさん吸おうとすると、どうしてもまた緊張してしまうし、そのたくさん吸った息って大して使い道がないんですね。
なぜなら息をたくさん使いすぎるとすごく歌いにくいですし、しっかりと声を使っていくことができないんですね。特に、よく、張った高音とかをガーッと出してサビでバーッと歌ってる時なんかはあんまり息を使いません、消費しません。なのでたくさん吸う必要ないです。たくさん吸うとたくさん使いたくなるので、逆にどん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 息が漏れていくということがね、結構多いですね。ですので、ちょっとだけこんな感じで十分使っていくことができます。もちろんたくさん吸ってもいいんですよ。吸ったらダメってことではなくて、ここはたくさん吸わないといけないという時はしっかり吸ってあげるといいと思いますし、長さもって吸う時もあればって吸う時もありますので、でもまあそうですね、基本的にこのブレスで OK かなと思います。これができるとだいたい大丈夫。要はこのブレス、こういう吸い方じゃないとダメってことではなく、どんなブレスを使っても OK なんですが、適切な場所に適切なブレスを使っていくということが大事ということなんですね。そしてステップ2、次はですね、吸うことばかり考えていると結構酸素過多になってしまって逆に苦しくなることがよくあります。でなぜそれが起こるのかというと、要するにブレスのタイミングちょっと一応チェックしてみるといいと思うんですが、ここで吸う、ここで吸う、ここで吸うみたいな感じでちょっとチェックしますよね。そこで吸って歌っていって、また次のブレスで吸って歌っていって、吸って歌っていって、吸って歌っていくと、これあまりね使わずにね、溜まってしまうのでってしてくるんですね。じゃあどうするかということなんですが、使い切ってください。しっかりと声を使って歌っている時というのは息があまり漏れてません。なのでほとんど使うことがないんですね。これどんどん吸ってばかりいると息が溜まってくるじゃないですか。なので一旦ゼロにする、要するに捨ててから次のブレスを吸うというのがすごく大事なポイントになってくるんですね。例えばグッバイ、ここで捨ててます。グッバイ、これ吸ってんじゃなくて、グッバイ君の運命の人は僕じゃない、これ吸ってるように聞こえるんだけどほとんど捨てています。これが大事なポイントです。で吸ってからずっとこう歌い出して余っていたら、あー一回捨ててから吸うみたいな、あーこんな感じでですね、次のブレスの手前でちゃんと捨てていくということが大事になってきます。これができるとうまく循環していきますので、スムーズに歌っていくことができるというわけなんですね。これが2つ目のステップです。これ結構難しいかもしれません。捨ててから吸うという練習をしてみてください。これがステップ2です。そしてステップ3、これはステップ1と2ができていないとなかなか難しいかもしれないですし、このステップ1と2をうまくやっていくためにもとても大事な、ポイントというかステップになるんですね。それは何かと言いますと、ブレスをちゃんとリズムのタイミングに乗せていくということなんですね。これ適当に吸えばいいかというとそうじゃなくて、ちゃんとこのリズムのタイミングに合わせて吸っていくことができるということです。それができるとブレスのタイミングに乗せてステップ2のこの吐くという、捨てるというやつですね、それもできるようになります。あーあー、このタイミングでできるということですね。そしてこのリズムに乗せるということは、どれだけリズムがつかめているかということに直結してきますので、リズムにちゃんと乗っかっていなかったりとか、リズムがつかめていない方はなかなかこのタイミングがつかめません。ですのでこのリズムトレーニングの方もちょっと見ていただきたいと思いますが、このリズムをちゃんとつかみながら、そのリズムのタイミングに乗せて、ワン、ツー、スリー、君の運命の人は僕じゃないというブレスのタイミングにはまってくると思うんですね。これはこういうアップテンポだけではなくて、ゆっくりの曲も16分音符で吸う時もあるし、4分音符でって吸う時もありますし、このスピードなんかも全てこのリズムのタイミングに乗っかったブレス息継ぎになってくるということなんですね。
このステップ3はちょっと難しいですが、1,2,3 すべてにこう共通する部分でもありますので、どこにどんなブレスをどのタイミングでどれくらいの長さで吸うか、まあ、もう単純にこれができると、非常に、いい歌がね歌っていけるんじゃないかなというふうに思います。もう絶対この呼吸じゃないとダメとか、腹式呼吸やらなくちゃとか、たくさん吸わなくちゃというふうに思う必要はないですよということですね。自由なブレスで大丈夫なので、まあ、そういったコントロールができると、もっともっと歌が楽しくなってくるんじゃないかなと思います、ぜひ参考にしてください。今日はブレスについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。まずステップ1は、どんなブレスでも、どんな種類のブレスでも OK、 あまり こだわらずにね、やろうとしないでやるってことですね。そして2つ目、ステップ2は、まずは捨ててから次の息を吸うということですね。そしてステップ3は、そのタイミングについてです。リズムのタイミングに合わせてブレスを吸っていくことができると、非常にかっこよく歌っていくことができると思います。このブレスのタイミングはリズムにも通用していきますので、リズムのトレーニングなんかも、ぜひ参考にしていただければと思います。今日はブレス息継ぎについてやってみましたが、いかがだったでしょうか。というわけで、今日の動画がもし少しでも参考になったなという方は、ぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 See you!